結城光は、日本の料理研究家。愛称は、結城先生。旧満州旅順に生まれ、香川県の全通寺市で育った。香川県立全通寺第一高等学校、日本大学を卒業。大学卒業後は、野村証券で3年間サラリーマン生活を送った。あと、料理の道へ進んだ。ロシア料理店で修行後、原宿に、会員制割烹料理、 有城を回転、フジテレビのプロデューサーが多く通っていた縁で、フジテレビの番組に出演するようになる。1980年代にオールナイトフジの、結城先生の真夜中のお料理教室や料理番組、夕食万歳に出演した。独特のダミ声と、眼光親父のキャラクターで人気を博し、フジテレビの女子アナウンサーや女性アイドルら多くが、有城の洗礼を受けた。反面、 礼儀正しい男性アイドルには優しく、下積み時代の穂坂直樹を大絶賛にしていた。料理は愛情。というキャッチフレーズを持ち、独特のダミ声は主に、フジテレビのバラエティ番組にて、多数のお笑いタレントにネタにされていた。夕食万歳の終了以降は、メディア出演を控えている。妻は、元女優の泉純で、妹夫婦は、 全通寺市内で喫茶店を経営している。猫舌であり、試食の際も熱い料理を食べるのも苦手である。また、納豆、ニンニク、唐辛子などを用いた料理が苦手でもある。たたすありがとうございます。